今日のお給食はじゃーん、麻婆丼。今日丼にしちゃいました。麻婆豆腐で麻婆丼と中華スープ、それから春雨サラダとオレンジになってます。ね、もう皆さんあっちにいますので、さあそれでは、ね、はい、いただきます。ということで、てってれー、ね、この間は園長先生にね、どうぞてるー声が大きかったですかね。ね、2個は仕込まなかった、2個は仕込まなかった、ペーしか入ってない、くはあ、じゃあそれではね、箸のあさみなのでお箸で美味しくいただきます。なんで声が大きいのかな、ね、私取られて、で準備してたらまたきっと園長先生あさみがやると思ったら持ってくなって思ったので、あのポケットに入れといたスプーン、てつてるんが聞こえちゃったのかな。うん、うん、おいしい麻婆丼。献立はね、麻婆豆腐ってなってたんですけど、今日は上にかけました、丼でね、あのお茶碗丼で来たので。うん、いい、このとろみ具合で美味しいです。で、中華スープ、うん、美味しい。今日はキャベツかな、キャベツとインゲンが入ってます。うん、美味しいですね。そしてこれ春雨サラダ、ご飯でよし、うん、うん、さっぱりします。チュルチュルって、ね、ほら、うん、うん、おいしい。さっきも子供たち あの教室の前通ったら、もうみんな春雨サラダこうやって食べてました。好きですよね、さっぱりしてとってもおいしい。さあ、麻婆丼、うん、うん、おいしい、うん流れちゃった。お豆腐もほらこんなちっちゃくねカットされてて、ニラと人参とひき肉と、全然辛くないです。すごい食べやすい。でもね、甘すぎでもないの。だからすごい大人でも子供でも美味しくいただけます。うん、うん、いくらでも食べれますね。おいしい。うん。今日はここのこっちの地方は雨、台風の影響でね、朝結構雨が、ちょうど通勤とか通学とかぐらいの時間雨が結構降ってたんですけど、やっぱ天気予報通り雨止みました。今上がってね、水たまりはすごいできてますけど、
雨上がってよかったです。さあ、春雨サラダに卵も入ってますね。きゅうりと人参とハムと、なんと美味しいんだ。美味しい。お口つけちゃった。美味しい。ほら、こんなにたっぷり。美味しいです。丼にするとね、すごい進む。なんか、ビデオカメラが点滅してます。時間なのか容量なのか、もう点滅しちゃってるので頑張って食べますね。途中で切れちゃうかなもう、ね、やだ。だからこういう時にね、スプーンがいいんですよね。スプーンがもうカレーとかね、麻婆豆腐の時は他の先生にやってもらおう。もう、よいしょ。なんか大丈夫かな？点滅が、もう気になって。あ！なんか今、あと4分らしい。じゃあ大丈夫。4分ならもう全然食べ終わっちゃう。よかったー。セーフ。ね。ね、これ早食いじゃないですからね、皆さん。ほんと美味しいね。きっと教頭の鈴木先生だったらもうきっと今頃食べ終わってると思うんですよね、点滅する前に。さあ、今日はデザート、バナナじゃないです、オレンジです。おいしい。はい、ということでセーフ、間に合いましたね。はい、バーモー豆腐も中華スープも春雨サラダもオレンジもどれもおいしくお箸でいただきました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。